あ、1対1になった。やめよう。争いはやめようぜ。争いは何も生まないんだぜ。争いはやめようぜ。やめようぜ。そうやってやっても人間は。やめようぜ、争いは。争いやめようぜ。やめよう。争いやめよう。やめようって、お前。落ち着け、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 来た、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 今日が腕力強くなってきた。ムキムキ TV、チャーシューでーす。こんにちは、チョです。今日は私ね、めちゃめちゃ気合入ってるね。もう絶対今日優勝する、この動画で。それまで今日終わんないね。見てください、ユニフォームもちょっと張り切っちゃったね。私が勝負服で来ちゃったね。まあ女の子とディナーするとき、私いつもこんな服着てるね。オッケー、行ってこうか、私。さあ、なんかね、私ね、これ実は何回かやってんだよね。優勝したくて何回かやってんだけど、これぶっ飛ばされようか。痛いし。ぶっ飛ばされようか。ぶっ飛ばされると結構先進めるからね。そしたらね、これ負けるとね、あれなんだよね。右に表示が出るんだよね。なんとか、例えば、翔太って名前だったら、翔太×とかそういう、×マークが出るんだよね。まあ、こういうステージだとあんまりないんだけど、一発落ちたらアウトのやつ。やってたら、私さっきサインのやつでサインにぶっ飛ばされて落ちたら、私の名前ね、柊だよ、本当に。お、これ金魔女じゃん。え、金の魔女ってすごい早いんじゃなかったっけ。来て、ツイッターで、あ、シュ今落ちましたねって。私の敗北ツイートリップ来るってよね。これ早めに出すの。ここで飛び込む。そう、これね、8テンポぐらい早めに飛び込むと今みたいな感じでいけるから、ここ意外とね、みんなできない人。テンポ早めにダイビングするといけるっていうのを。だから今日はね、あ、シュ勝ちましたねってリップ、待ってます。うわ、来たね、シーソーゲーム。これね、フォールガイズ1からあって極悪プレイがあるんだよね。それやろうかな。これ確か極悪プレイするには、時間を計ってやらないといけなかった気がする。ちょ、極悪プレイやるわ、みんな。今日のタイトル、害悪プレイ現れにするわ。わしやーって。最高。これ一番先頭がいい。一番先頭とは頭痛が痛いと同じ状況。微妙な順位だな。これ、アラームか来た。アラームじゃねえ。タイマーストップウォッチか来た。これたち絶対先頭行きたい。極悪プレイしたい。やらしてくれ。さ、やばい。私は本田翼と、どっちが青春派 YouTuber かみたいな、本田翼と二強のあちきが極悪プレイをやることを許しください。さあ。いや、こっちかな。いや、こっちだと。やばい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 。いけよ、あちき。オッケー。まだ間に合うね。まだ極悪プレイチャンスあるね。まだまだ極悪プレイチャンスだよ。こっち。いや、いける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 。こっち。飛ぶ、来た。みんな極悪プレイチャンス来ました。こういって、中間取ってから戻る。そしてここで落とす。みんなを、みんな落とすっていう、これ極悪ハイパープレイね。これ戻ってきたらこう、こうやっていってみんなを、はい、落とすわ。うわー、これは好感度だだ下がりです。うわー、これは好感度だだ下がり。おお、これ3分なんだよね確か。だから3分、やばいやばいやばい。オッケー、いい、やばい。みんな時間見といて。たった極悪、極悪プレイのあれもいるからね、一緒にやってくれてる人。さあ、残りまだ1分15秒ある。1分15秒ある。ただ私、これをまだやらないといけない。やらないと、みんなに顔向けできない。さあ、アホやで、アホやで。いや、恥ずかしい。ここカットした。恥ずかしい。恥ずかしすぎる、みんな。あれ、なんか思っちゃうと違うな、全然。さあ、皆さん来ましたね。さっきね、試合やってたらね、なんか、あれだったね、メロンの皮捨ててあった人いたんで、ちょっともらってきたね。だから私、メロンの皮、ちょっと被ってきたね。さあ、行こうか。まず、戦場荒らすね。これが戦場キラー、シューゲームズ。まず、これ戦場荒らすことにより、まあみんなもう、青エリアはなくなってると。もうこのエリアに安全地帯はないぜっていうところは今日分からしとくね。さあ、ヘイトを買ってます、私。やばいやばいやばい。今日まず絶対1位取るからね。さあ、ここで、やばいやばいやばい、危ない。危ない。こんな初歩的なところで私、やられるわけにはいかない。さあ、いいよ。もう2人落ちてるね。
まあ、3人落ちるのももうすぐでしょう。いや、ここは結構こっちに展開して、まず、とりあえず一勝してだよね。とりあえず一勝して、あ、危ねえな、こっち右ないんだ。お、今日ランクを上げたいね。これ、ライブレートみたいのがあるらしいから、まあ、ある程度、まあ、スプラでいう S プラスまでは行きたいよね。そこぐらいのね、いい荒らし具合。めちゃめちゃ荒らし具合いい。私は同じ感じでこう、なんていうの、縦横無尽に横行って荒らしてる人いるよね。さあ、こっからよね、勝負は。まあ、ここら辺まではカットで、やばい。いや、ちょっともうやばいんじゃないこれ。カットしようと思ったけど、やばい、結構うひょひょエリアだな、これ。いや、結構もうみんな、だいぶ青エリアなくなってきてるね。さあ、この中で猛者はいるのかな。まあ、服装、これちなみに課金服装だからね。結構、でも課金服装って当たり前だよね。みんなも服課金して買ってるもんね。無料のゴミ箱で拾ってきた服着てる人多分いない。やばい。これはし、やばいよ。ない危ねえ、じゃあ、ダメ、ああやばい、全然ない、どういった時こっち、いや、こっちのウキウキエリア見て、ふんだんにある。お、え、あと一人じゃん、え、誰は人、やろうぜ、勝負しようぜ、ボーイ。さあ、見て右上。私残り一人だもんね。見てください、こっちには、優雅な青パネルが優雅に。デヴィ夫人ゾーンだね、あっちは。いや、デヴィ夫人ゾーンからいきなり、危ねえ、目立ちたがりになっちゃった、私。今、ここもうなかったね。見てください、シーン、エフェクト。どうよ、これ課金で買っちゃったんだよね、シーン、エフェクト。どう、これであっち、ナイブレートが上がったはず。いや、今日ガンガン開けてきよ、今日ナイブレート。かわいいよね、このメロンのやつ。下半身だけね、食いかけ落ちてたんだよね。さあ、皆さん、これあんま当たんないよね。ペンギンプールパーティー。これはペンギンをゲットして、我が物として、一生家にかくまっとくみたいなサービスだね。きたー。いっぱいペンギンいるね。在庫あるって言おうと思ったけど、なんか炎上しそうだったんでやめました。オッケー。さあ、ペンちゃん、お月、くれ。いや、こんだけいるんなら、お月、ちょっとくらいちょうだい。いや、お前ら、いい、諦めろって。来た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 、おつきだけのペンちゃん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 、お前は来るなって、マジで。か、消えた、あ、おつき、おつき、あ、ペンちゃん来た、ペンちゃん来た、業務通り、いや、来た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 、ペンちゃん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 、来た来た、うひょうひょうひょ。さあ、え、これ2人持ってる、隠れよう、一緒に一緒に隠れよう、ここに。チャーシュー隠れの術。いや、危なかったね。チャーシュー隠れの術成功したね。来ました、雪玉サバイバル。これ雪玉ね、1個なら全然いいの、2個来るともうやばいね。お、右間にカイル、とりあえず1個でお願いしたいな。どこだ発射口、あ、見よ、あ、1位。お、なんだお前、いや、2個出るか、みんな地面荒らすのやめよ。やばいやばい、お、なんだ君、なんか私に興味あるのか、あいつ、あ、熱いから僕をどうぞみたいな。一口、もうない。つまみ食い。つまみ食いさせてくれ。あ、うまい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 。美味しいね。さあ、君決勝で会おうね。ユンユンさんだね。ユンユンちゃん。ユンユンくんかな。ユンユンボーイ。今、ペガサス・ジェイクルフォードの真似ね。ユンユンボーイ。さあ、アバーニシャラガラボーイ。オッケー、この絶妙なラインを攻める、私ね。オッケー、じゃ、すごい、あ、ユンユンボーイじゃない、これ。なんか、アイスに好かれてんだけど、私。やば、これギリギリ当たんないよ、私。はいはい、あ、これは？コタピーだね。いや、今日アイス界だね、私。オッケー。さあ、アイスくんと会おうね、決勝で。お、二人並んでんじゃん。ユンユンとコタピー。うわー、バレー来ました。バレーでユンユンとコタピーにはなりたくないね。あの人たちと私決勝で会う約束してるもんね。あちくん、対戦相手は誰でしょう。お願いします。コタピー、なんでいるの、コタピー。あんなに優勝を煽って誓い合ったのに。コタピー、いや、でもこれは勝負だからね、コタピー。ちょちょちょ、けー、コタピー、コタピー、あー、うひょ。なんか、あちくん、エモートで爆笑エモート覚えたんだよね。
笑、あ、私点入れたら爆笑エモートやるよ。ちょちょちょっ、こたびやるよ爆笑。さあこたび、なんでお前がそこにいるの、こたび、ごめんよこたび。やばい、いやさすがバレーボールの貴公子、ババババババ。これ冷静になろ。え、みんな見て右上、え、わちちゃん得点になったの今の。え、なんかわちちゃんに点入ってない今の。あ、ラグだ、今時間入った。え、すごい、こたび時をやつるの、やばい負ける。わちちゃんね、よく悪い癖でね、リードしちゃうとすぐふざけちゃうの、これマジわちちゃん。いや、うわはは、さあやめよこの爆笑エモート。これ多分煽ってるわけじゃないよ。いや煽ってんなこれは。残り18秒、これ私みんな大技に出るわこれ。あーでも12秒かな、勝っちゃうかなこれは。いやーごめんねコタピー、でもあの人が残ってるからねまだ。あのなんだっけ、ユイニュンが、ユイニュンが残ってるからごめんよ。いやコタピーの分までね、ユンユンとアチキはね勝つしかないね。ユンユンどこにいるんだろう。あ、いた。いやユンユン生きてるね、みんな右下で。さあ止まるな、危険、止まるねえよ人生はな。いやコタピーは一口くれたのにね、アイス。なんかさ、アイスが擬人化したら何でも擬人化できる世界とかだったら、まあ、アイスとかなんか例えばクラスの、クラスでそういう擬人化いたら、夏一口ずつもらって体重めっちゃ軽くなり。やばい、なんかもう地面行ってるやつ、もう下すげえ削ってる人いるな。なんなんだあの人、めっちゃ削ってる。私、今日2連勝もらうね。2連勝すれば、だいぶアプチョ、届け届かには。だいぶアプチョ、レートが上がるはずなんだよね。まあ、実際レート目に見えないからどれぐらい上がっているかとかわかんないんだけど、まあ、もしかしたら上がってない可能性もあるんだけど、いや、だいぶ上が、これ全部使おうか。上、おー、ユンユン落ちてきた。ユンユン、スイカバーみたいに落ちてきやがったあいつ。オッケー、いや3マス使うのやばすぎ。いやユンユン結構やる男かもしれん。はい、コタピー見てる、コタピーの分まで預け、勝つね。よくあれスポーツ漫画であるよね、俺たちはここで負けたら今まで戦ってきた奴らの分まで勝たなくちゃならねえんだよ。もうこの勝利は俺たちだけの勝利じゃねえ、あいつらみんなとの勝利なんだみたいな、そういう激アツ。お前やめろユンユン、お前ユンユン、お前、お前ユンユンに勝利を託します。ユンユン頼む、私の分まで何やっとんねんユンユン。